皆さんこんにちは、ペストでございます。謙信さんで全国統一を目指す武将運録42回目ね、やっていきましょう。半蔵さんがちょっとね、中性度低いんで、間違えた、96、ね、半蔵さんがやりたがらない。はい、ああ輸送したかったけどね、ちょっとあれだったな。ということで、これを雪高さんにして、まさきさんを50には引き上げたいね。あ、また信長さん差し金ですね、多分。100点なんか分かんねえやろ。ああ、11上がんのか。わ、ひだがすごくまずい状態になってきたね。
よしよし、こんな感じかな。はい。もう一個の朝日奈さんとね。24上がるだけだもんね。
56から、あ、31か。300で31。まあ相性の問題もあるんでしょうけどね。お、攻めた。これは、うん、久松さんやられるんじゃないかな。ああ、やっぱり。ああ、稲富さん嫌いだ。また米の価値下がってる。ああ、間違えた。いや、売るのは、こっち来ちゃったな。
これだけにしとくか。多分、うん。
79かかるんだね。ああもうまた下がる。わあ、ほんとやることなくなったね。いや、信長さんをね、追い詰めるんだったらね、越前なんですよね。見れるかな。あ、見れた。信長さんと朝倉さんの2人か。321だけど鉄砲がやったら多いね。229か。わあ、凶作だ。あ、真っ暗なとこが2つもある。45にしようか。はい、ではね、ちょうど、7月になりましたので、今回はここで終了させていただきます。ありがとうございました。それではさよなら。